チャーチャー好きが三曲。おお。あ、しょうがないなんて。スモーキー。あ、それごめんね。そんなできない。ネタ食ってないから。ごめんね。じゃあ、とりあえずじゃあ行ってみましょう。続きまして2曲目いってみましょう。
それほどついでに、まあ3人でやるのもないしね、まあゲストを今日はお迎えしてますけどね。はい、慎吾くん、慎吾くん、はい、上がってきてね。はいよ。まあこうやって慎吾くんマジでね、まあ楽しく愉快な仲間たちで一曲やってみようやないかというところで、ごめんなさい、ネタくれもう終わってるんで、もうやる曲決まってるんですけども、まあね、ちゃんもね、この前なんか言ってましたけどね、なんかもう、目指してたアーティストみたいな話になってきたときに、まあいろいろいるわけですけども、まあちゃんの中ではこう、レッド・ゼッペリンのジミー・ペイジとかも、ただ一緒にとったわけですけど、何よりも、やっぱこう、ジミー・ヘンドリックスというね、偉大なギタリストがおったわけですわ。そこで、まあ、ジミー編の曲もやらなあかんのちゃうかと。いう話に変わりまして、まあ、有名なもので一曲いってみたいと思います。はい、なぁ、0-1
ました。